残念でした。来た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 、え、あ、違うか、うわうわ、やられた、くわすげえでっかいのが来てね、持ってったうわー、これ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 、すごい、いや、こんなのが来た、シジャーだわー、すげーすげー、うっ、ちょっと、いて、うわ、これはすごいな、見ちゃった、うわー、そろった岡城です。トカジャです。これは何だろう、旗だといいな。お、ほら、浮きが赤かっただけだ。なんだあれ、あの下に何がいるのか。結構でかいですよ。うわ、よし、せーので、あー、重て、重たー、これでかいわ。どうしろ、引っこ抜けなさそうな感じ。2キロぐらいんじゃないこれ。うわー、重て、よしよしよし、ふっくらしょふっくらしょ、いやー、でかい、でかー、いやー、待て、これを、わっ、わっ、あっ、あー
切れちゃった。でっかー。あ、またい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 た。サメ来てるよ、サメ来てるよ。ほらサメ来てる、サメ来てる、サメ。おー、くた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 。俺のもなんか、あそこにいる。俺な、あー、何これ、なんだこれや。小判ザメみてえなの釣れた。え、何これ、小判ザメじゃね、小判ザメだ。多分あのサメにくっついてきてるやつだよね。そう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 。うわー、小判ザメ釣りました。でも今はダメか。なんか息つけてもみんなサメに食われちゃうのかな。そう。うわー、これすげえ。これはさすが逃がしてやらないとね。うわわわわわわわ。ウェイ、逃がします。ふいっ。あ、逃がすんじゃなくてこれをつけてサメを釣るって。あー、そっか、一気にすればよかったのか。失敗、大失敗。おっ、おっ、なんだなんだ、でっかいぞ。おっ、でっかい、でっかい。海が目見てたら魚が釣れた。なんだろう。おお、ちっと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 。旗だといいな、赤いといいんだけどな、赤字。うお、なんだこりゃ。お？お？なになになに？え？ああ、ちゃった。普通のお魚、なんだっけ、台湾なんとかって言ってたな。釣れました。何、インチじゃねえかよ。こっからか。35。さっきからね、なんかでかいのがね、泳いでるのが見えるんですけども、池江さんあればな、ノロアジとかグルクンとかあればね、泳がせるとガツンとくるんでしょうけども、それにしてもさっきのあのサメにはびっくりしましたね。感動しました。全然引かないな、コツコツ当たりがないぞ。どうしたんだ。来てる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 。おっ、来た。あの小さいな。なんだろう。あまり大きくはありません。おお、なんだこれ、なんだこれ。お、うん？王子さんか？あ、違うな、これハタ、ハタ？赤旗の小さいやつ、なんだろう。これはちょっと小さいな。写真を撮ります。よいしょ。またこれもモンガラハギかな。
モンガラハギだ。モンガラハギばっか。なんじゃこりゃ。もうちょっとマシなの釣れんのかね。20の対象に胸張って持っていけるようなの釣れないのかな。モンガラハギでーす。おーい、入るな入るな、そっち入るな。お、違う、これはトカジャか。うわ、でっけえハギ。なにこれ、これなにこれ。モンガラハギのでっけえ、でっけえやつだ。いやー、以上です。またアイゴだ、アイゴだね。よし、よいしょ、よし。サメじゃないですか。サメではないですね。なんだろうな、姿がまだ見えない。どっち、網無理、届かない。俺ここ 6.3 メーターのあの絵のついた網やったけど、あ、なんちゅうことだ、おじさんだ、おじさん、おじさんでした。ほっ、待って待って、お、いやこれね、うい、でっけ、でっかい、おじさんだよなこれ。50センチぐらい。これはちょっと刺身にしてもらおう、居酒屋持ってって。おお、なかなかいい、いいサイズ。今ここで岩場でガリつけちゃった。4日間にわたる波照間島の釣りもこれで終わりです。うわー、いろいろいろんなのが釣れました。ですね、もうね、満足、まあ、いろいろと、心残りはあるんだけど、次来る時の楽しみにして、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。あー、よかった。もうね、波照間楽しました。以上です。